マグです。ちーちゃんです。エハラゲッチャンネル、イエーイ。ふぅ、いいね。夫婦トーク言うてないけど、なんかあったな。どうでした、今週？今週あれ行ったね、子供会行ったね。ああ、子供会、うたくん、うん、かわいかった。かわいかったな。あのね、面白かったね。お遊戯とね、あと音楽、あの合唱、合唱、合奏、うん、うたくんらしい感じでね、うん、4歳やから4歳、うん、演技とかができないし、セリフももう何人かで一緒に言うみたいな感じやな、うんうん、恐竜さんが出てきて、卵が出てきてみたいなやって、そう、あの卵役、卵役やって、卵のつけてこうやってコロ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 転がってきて、そうそうそう、転がってくるのね、袖から転がってきて立っとかなあかんのに、うん、ずっと動いてたな。ずっと動いてたね。はけなあかんのに、はけるギリギリの舞台上でずっとチラ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 。そうそう、で手振るしね、うん、で先生にこうやって連れて行かれるか、友達にこうこっちこっちってやられるか。面白かったね。でもずっと楽しそうだったよね。あ、舞台上でも楽しそうやったな。でも思うな、4歳でさ、こんな性格の差出るんやって言うぐらい。いや、本当にあの合唱は、うん、あの一切歌ってなかったの。合唱は見れなかったね、僕。劇、うん、合奏、合唱なんだけど、うん、はいはい、まあ力尽きたのか、うん、一切歌ってなかった。どうしてたの？ちゃんと立てた？普通に、うん、ずっとなんかこうやりやりそう、ゴーミナガみたいにうんちょこちょこちょこピーってやった。すんごい沿って、でみんなが立ってるところにゴーって当たってしばらくこうやったりとか。ちゃんと歌いなさいよ。立ってなかったんだけども、やっぱセンターの女の子がもう大きい声で歌ったりとか、おー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 、劇だけしか僕見れなかったんですけど、うん、劇でもきっちりする子、きっちりしてさ、4歳でも歌の隣の男女すごい真面目にやってたでしょ、うん、いやだから歌があれやから、ちゃんと挟んどかないとそう崩れになるからちゃう。ママとパパを見つけて喜んでね、そう、で舞台上からで手をしたりして、うん、なんかペロペロしたりしてたよね。絶対やってた。そうそう、とで合奏はね、カスタネット、タンバリン、鈴とかかな、うん、で、大太鼓、小太鼓、うん、で、大太鼓、小太鼓、一人ずつやってる、うんうんうん、で、歌子はね、大太鼓、そうそうそう、リズム取らな、ドン、うんうん、ドン、大事だよね、大事なところなんだけど、サビのところで出てくるみたいな感じなんですけど、 そこまでこの後ほんまに叩く準備できてるのかなぐらいのぼっとした顔でずっと、うん、そう、よそ見してるし、やば、やば、これちゃんとやるのか、あんだらダン。ノーモーションで間に合うし、こう引きもしないでこれで、すっごい音出して、力がすごいのと、うん、タイミング普通はな、ちゃんとこうやってダンダンダンとかやんのよね、4歳の時ダンダンで、なんか好きなところがあるのか知らないけど、好きなところはこうちゃんと股開いてこうやってね、やってたよね、やってた、ダンみたいなね。かっこよかった、ね、かっこよかった。いや、ちゃんとリズムが合ってたから、あそこは褒めてくれて、先生も、うん、いや、ちゃんと間に合うんですよね。先生も突拍子もないことはしてないけども、基本的にちゃんとせえって言われるちょろちょろの仕方をしてたな。ほんで、あのちょろとの仕方が俺そっくりやねんって。もうね、お母さんに動画送ったらね、うん、まさひろそっくりってね、出てきたね。そのまんまやな、もうわかるわかる。目立ちたくてやってんのか、うん、落ち着きないのか、もうとにかくもうパパとママがいて嬉しいみたいな。落ち着きないね。で、今でもそうやん、うん、止まってられへんやん。こんなずっとこうやって立ってることないやん。絶対こうやってやったりとか、立ってて普通に喋っててもさ、こんなんやったりとか、うん、こうやってやってストレッチやったりとか。ホームにいるけどね、こうやってさ、おらへんな最近。あ、いないの？駅おらへんの？傘でこうやって。いや、今通勤の時間に乗らないから分かんないけど、うん、いやだからもう今スマホあるから、うん、で暇つぶしがあるからさ、ね、やらへん。昔はそうやな、うん、スマホとか携帯ない時代ってやってたよ、うん、結構見たよな。うん、やってたよね。麻雀のやつとかおれへんのかな。そうやな。、うん、そう
練習いるやつそれ、うん、スロットとか出てこないそれいやや俺友達と喋ってる時にそうやなって言ってるやつ嫌やわ歌は多分おじさんだった時にやってるかもわかんないよ。なんか落ち着けないんだな。もう地位やな本当に。同期の芸人でな一番喋らへんやつをっていうか、うん、もうだからそういう子って俺話振らなと思うし、うんうん、なあつって話しかけたらバーって人それ喋った後にボソッと江原って子供頃ちょろちょろすんなって怒られへんかったって言われてそんな喋らへん子にそんなこと言われんやと思っていやもうお察しの通りちょろちょろすんなって言われてました。歌の成長が楽しみだね。また来年あるじゃん、うん、最近さだから歌の成長がすごく見えてきて、うん、ここ最近ってトアの成長の話よくしてたじゃん。でも歌の成長がやっぱり動画の中でもすごく見えてきて、うん、この間ねあのユッケのお店行った動画とかのコメントでもあったけど、うん、歌がさすっごい店員さんに、うん、すいませんノリくださいすいませんノリください注文するの好きなのね、うんうん、あれってさ結構大人でも、うん、店員さんに注文するのすごい苦手とか、うん、すごいよね。すごい。あとねあの道をすごい覚えてて、あそれはそうね1回か2回通った道を覚えてて、うんうん、ここ来たよね、うん、言うと言う言う言う。その能力高いのはやっぱり歌と音やな、うん、おっちゃんね、うん、ミユが全然覚えないね逆に、うん、そうね一緒一緒反対行っちゃう。あその方向音痴さ俺ないけどね方向音痴なのかな、うん、電車降りて、うん、左のに歩いてって言ったら、うん、降りてくるっと回って左行った。だから音はすごいわ本当に。あのハリーポッター2回見に来たやんか、うん、めっちゃセリフ覚えてて、うん、2回しか見てなくてようそんな何個もセリフ言えるなって場面も全部理解してて、これちょっと結構話も難しかったりとかすごい伏線あったりもするから、うんあんまりもしかしたら楽しめないかなと思ったけど、おとちゃんめちゃくちゃ楽しんでて、また行きたいって言ってな、うん、好きだしね、なんかお芝居とか好きね好き、うん、映画とかも好き。見に行くのが好きなのかな、やるのも好きになるのかな、うん、おとちゃんでもいろいろやってみたい人やんか。そう好奇心旺盛で旺盛なんだけど、うんうん、やりたいって言って、うん、そうでまたすぐ興味が変わっちゃうからね、うんうん、すぐね。そうなの。今もメイクやんか、うん、メイクすごい長そうやな。メイクはもう好きなんだろうな、ずっとやるやろな、うん、今日歌とトアと見てたやんか俺、でおとちゃんが、うん、ちえちゃんにさこれもらってさとか言って、うん、メイク道具バーって持ってきて、うん、俺の姉ちゃんにねもらったやつを俺にちょっと紹介してる時にさ、うん、それ歌がバーって来るし、うん、でもほんならトア君も来てるじゃあやってあげるからとかディップこうやって出せる、うん、そんなん出したらもうここだけこんなんなるしもう大変なことなのにさちょっとさ優しさでおとちゃんが貸してあげたりするわけよ、うん、で、すごかったでしょ。もうすごいすごいよ。もうとわくん今日なんかお風呂上がりにおとのリップを出してきて、うん、こうやってここ真っ赤っかになってたの。そうもう分かってんのここに塗るの分かってってよな。そう、うん、とわがいろいろ理解してんだよな。とわくんすごいよ。でその反応をどういう風にしたらいいかを分かってるから、うん、質問形式言ったら、うん、ねちゃんと返事するよね、うん、美味しかったいやとか言って、うん、なんとなくの体感でトワ君早い気がする。理解がトワ君はなんか聞いてるよねすごい、うん、周りを見てるよね。見てると思うな。トワ君と同い年の子とよく遊ぶんだけどその子がこうちょうだいっておもちゃをしてきたらはいって渡すし、うん、そうもし取られたとしても奪い返さなくてこうやってまあまあみたいな。そうちゃんとなんか分けてんの歌くんと。うわすごっ。歌くんの時はねもうギャーって泣いてさ、うん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 、全然しない。そう分かってるね。歌とトアの喧嘩を見たんやけど、うん、するやんあの二人、うん、まあ、ちっちゃいからまだ可愛いらしいんやけど、うん、セーター掴んで離さへんっていうずっとすごい力だもんね、うん、もう掴む力に関しては歌より勝てると思う。そうかもしれない。いやでもな力な歌くんも力強いからな。強いな。ここの
ここだけでぶら下がれるんだ。この指のな、第一関節のみでな。うん、で、あとつま先でぶら下がってたよ。うん、マジで。つま先で引っ掛けて。ああ、鉄棒でね。うん、つま先で。つま先っていうの逆に。足首までやろ。そのつま先のみ。え、なにここ。ここさ。ここのみ。ここのみ。え、嘘でしょ。俺もだと落ちるやん。千人やん。いや、本当だって。ほんまか。バランス的に無理じゃない。すごいんだよ。ほんま。千人が生まれました。本当にすごいの。ほんま。逆さになったやろ。うん。あのね、持ち上げているところがあったんだよね。あ、すごくない。こういうのをね、何回かやってて。あ、数秒やけどね。だから、うん、下にマットが敷いてあって。そう、もう多分本当に。ちょっと待って、ちょっとその映像流そう。うん、すごいじゃん、歌。マジじゃん。足。見たらつくんだろうけど、うん、そっからこう何ちょっと腹筋でねみたいな足をちょっとニュアンス的なね、数秒やけどね、俺そのままずっと止まってんのかなって何十分も初めてこれを発見したみたいで楽しいやろな、うん、なそうここの引っ掛けんのか、うん、私は歌くんとあくんと同学年の男の子を育てるママです。夫は激務の中でも子育て家事をよく頑張ってくれており、子供ともよく関わっているのですが、特に下の子がパパ嫌で困っています。抱っこも嫌、手を伸ばすのも嫌、目を合わせるのも嫌で、バイバイだけとても上手です。下の子がその調子なので上の子も嫉妬してママママになり、夫はいつも一人ぼっちです。とても不憫です。私も二人を相手するのはしんどいので、なんとか現状を打開したいと思っています。とわくんはパパ大好きでおっしゃいましたが、パパイヤ時期があったお子さんはいらっしゃいましたでしょうか。いらっしゃればどう対処してましたか。あー、あるね。パパ嫌っていうより、うん、あのママママになるっていうのはあった。だからパパが嫌なんじゃなしにママが好きすぎる。寝る時も、今はとわくんは俺に抱っこひもされても全然寝るし、うん、そういう寝されても寝てくれるんだけど、そこまでの子はみんな俺が抱っこひもしようと思ったらあーってなって、うん、ね、寝る時はもうママじゃないと絶対ダメやった。そう、だって一緒に寝たことがないぐらいだもんね。そうね、寝かしつけっていうのはあんまりやってない。とわくん、うんうん、君はもう結構作戦みたいな感じで、うん、パパが見てたもんね。そうね、だからうたくんがママになるから、とわくんは俺見ようって言って時間もちょっと作って、うん、っていう感じで作戦立てたから、とわくんこっちに来てくれたんかもわかんないよね、うんうん、だって逆もあるもんな。だからとわくんがパパパパになりすぎてるぐらいパパやんか。すごい、うん、パパいる時、うん、すごい、ね、もうへばりついてる、ずっとパーパーってね、うん、動いててもずっとついてきて足にバチッて。僕おらんかったらキッチンでいろいろやってる時にさ、うん、足元に来るやんか、うん、危ないなと思うけど、俺おったら絶対俺のところに来てくれるから、あれは楽でしょ。本当助かる、うん、でもパパ嫌時期はやっぱあるのはあったよ。いや、ミウとかフーの時は俺も忙しくてやっぱり家にあんまおらんへんかったのもあって、うん、たまに帰って抱っこしようと思ったら泣かれたりとか、ちょっとショックやったで、うん、まあ言ってる、だからパパが激務でって言ってる、書いてるから、そういうことなんやろな。忙しいからやっぱり共有してる時間が少ないから、うん、そういう風になっちゃってんだろうな、うん、なんか買ってあげる作戦にするしかない。あーそうね、なんか買ってあげて、この人優しい人だ、ちょっと好きみたいな。ママが、うちはママが結構お菓子とか何でも買ってあげなかったから、うん、パパは何でも買ってくれるから。そう、でもその制限でめっちゃ良くて、うん、たまにさ、なんかどっか出かけた後にさ、ドンキでちょっと行って一個ずつなんか買ってあげるって言ったら、うん、めちゃくちゃ喜ぶの、ね、300円400円のもんでも、えいいのって。ゲーセンとかね、このゲームセンターとか、私が絶対行かないから、うんうんうん、質問してくれたパパさんがなんかママと違うことができたら、うん、嬉しいことをしてくれる人になったりとか、ママが行かないところに行くとか、うん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 、ママは買ってくれないものを買うとかさ、そうね、そんな感じになっちゃう。でもこのどう対処しましたかっていうことに関しては、どうやったら好きになってくれるやろうって一生懸命考えて、その時その時で優しくして慣れてもらうっていうぐらいしかできひんかったんちゃうかなと思うけどな。楽しい人って
思ってもらうしかないもんね。そう、だ子供ってさ、親っていう存在が何かもさ、もうその1歳とか4歳って分かんないじゃん、だからよくいる人って思ってると思うね、よく会う人それが、めっちゃ優しかったら心は近寄っていくし、そうだけの話だと思うな。たまに会う親戚とかでも楽しいお兄ちゃんだったらさ懐くじゃん。懐く懐く、そういうこと、だからそういうこと、まあ、楽しい人って思ってくれたら懐くよね、もうほんまそれだけだと思う。多分ね、パパやからとかママやからっていうことなんて全く理解してないと思うから、そう、でもやっぱりその信用を作るのってやっぱり頻度やったりすると思うからさ、そう、できるだけ共有する時間を増やしてあげれたらかなっていう気がするけどね。まあ、とわくんで特に分かったわ。こんだけ一緒におったら懐くんだっていうことが分かったから。あそこまで懐いてるのが5人目で初めてやから、成長とともにですね、あの仲良くなれたりしますから。そうだね、大きくなってからの方が、喋り出してからの方が仲良くなったり、そうね、するよね。まあなんか性格も分かりだしたりするし。ミオとかもそんな感じだよね。そうね、ミオはちっちゃい頃なんて多分全然、まあ本人も記憶ないけど、俺も全然その子供から遊びに行った記憶って少ないからね、でも今すごい仲良くなってますから、コミュニケーション取り出したらね、変わるよ変わるよ。それこそ男2人になったら銭湯行こう、男同士で。今度行ってみたら歌と、ね、ちょこちょこすんで。ほんまに濁った浴槽にさ、いつも入るわけやん、一番最後やから、濁った浴槽に足入れたら絶対なんか尖ったもの踏んで何出てんだよ、トミカとかプラレルとか。親になったらね、足の皮が分厚くなりますいっぱい踏むんで、いろいろ英語痛いからね。あと意外とおかきめっちゃ痛いよねコンペイトとおかきあんな足の裏に差し上げるってガラス踏んだかなと思ったもんな怖いですよ皆さん、いろいろ巻き菱が家の中に巻き散らされてますから、気をつけてください。はい、よかったら皆さん相談とかね、悩みとか、あとトークテーマ、聞きたいこと等々ありましたら、私インスタとかツイッターの DM 開放しておりますんで、ここのコメント欄でもよかったら書いてください。ということでまた見てください。さよなら。